写真拡大。ロッテの清田育宏外野手33が15日西武15回戦メットライフに5番右翼で出場。1回に先制の中前的自打を放った。追い込まれていたし、なんとか食らいついていこうと思っていた。前に飛ばせばなんとかなると、そういう気持ちでした。2安打と1四球で1回一時満塁のチャンス。清田がカウント2の2と追い込まれてからの5球目、外角低めのカットボールに食らいつき、しぶとく中前へ運んだ。14日には新外国人マーティン外野手の獲得も発表されたが、今季好調を維持するプロ10年目の33歳が後半戦初戦でいきなり存在感を放った。